んにちは。スピリチュアルの女神です。あなたはツインレイだと思いたいですよね。ツインレイならあなたと魂を分けた彼がいるはずです。そしてあなたと彼は愛し合うのです。素晴らしい愛で包まれるのです。これがツインレイという関係で起こることです。あなたはそうなりたい、そう思っているはずですよね。大丈夫ですよ。あなたにもその可能性はあるし、きっと特徴があるはずです。どんな特徴があるのか。まず代表的な特徴は以下のようなものが多くあります。真実の愛を求めている、運命の出会いを求めている、物的より魂的な要素を大切にしている。きっとあなたはこれら特徴があるはずですね。なぜならこの動画と巡り合い、まさに今あなたは読み進めている。これはその証拠ではないでしょうか。違いますか。人は求めていないと何も行動しません。行動は何も結果となりません。つまりあなたはツインレイという結果を求めているわけです。あなたが求めたのは理由があるはずですね。きっとあなたの魂が素敵な恋愛をすべきだ、真実の愛を手に入れるべきだ、そう叫び始めた。そうではないですか。私はそうでしたよ。私も実は恋愛をいくつも経験しました。でもどの恋愛も私が深く満足するものではありませんでした。なぜか物的なものではなく魂的な要素を求めていたからです。魂レベルで満たされること、魂レベルで愛せること、私は求めていたのです。私の場合それはとても近くにありました。ほぼ足元にある真実の愛に気がつかなかったのです。私はこう思うのです。求めるようになったから気がつけたと。まずあなたはツインレイの彼を求めているか。これは女性の特徴として重要だと思います。真実の愛を求める、それはスピリチュアルで言うとまさにツインレイなのです。あなたはツインレイは真実の愛を求めているという特徴はわかりましたね。ではあなたがそれに対して純粋になれるか、思いに正直になれるか。おそらくこれが次に問われます。信じられないものを人は容易に諦めることができます。でも信じないことは次の行動を生む力を奪ってしまいますよね。自分の本当の思いに正直になれることはとても素晴らしいことです。何よりも変えがたいことですよね。なぜならあなたは自分を純粋に信じることができているから、そう言えるからです。あなたはまだ自分の純粋な思いに正直になれませんか。大丈夫ですよ。そうなりたい。今はそれを求めてみましょう。あなたは真実の愛を求めているのですか。そうですよね。次はそれを信じられる自分を求めてみましょうね。求めることは何を生んでくれるでしょう。そう、行動ですね。行動は何を与えてくれますか。そうです、結果ですね。少しだけでもいいから今まさにそうなりたいと自分に求めてみてください。どうですか。少しだけ勇気や自信が生まれませんでした。それでいいのですよ。あなたはそうやって純粋になり真実の愛に近くなっていくのですから。そう、ここまで見たあなたはツインレイの女性。私はそう思いますよ。ツインレイの女性の特徴や性格。1、人に優しい。
ツインレイの女性は見た目も心も美しいという特徴があります。ツインレイ女性はとても優しい気持ちを持っていると言われます。またこの優しさはツインレイの相手にだけでなく多くの人に注がれる場合が多いです。2、見た目が美しい。ツインレイの女性は見た目が美しい場合が多いです。またエネルギーに満ち溢れているのも特徴です。このエネルギーが見た目にも現れてはつらつとした美しさを持つようになります。3、エネルギーに満ち溢れている。ツインレイの女性はエネルギーに満ち溢れています。そのためいるだけで周りを明るくするような活動的な女性が多いです。4、精神的に自立している。ツインレイの女性は相手男性に依存していると思われがちですが、人間的に成熟しているので実は精神的にも自立しています。5、イット。ツインレイの女性は相手男性と出会ってからはとてもイットです。他にどんな魅力的な人が現れてもツインレイの相手を思い続けます。6、自分のやるべきことを知っている。人は誰しも使命があり、魂のレベルでやらねばならないことが決められています。そしてツインレイの女性はこのやるべきことを自分で知っています。7、価値観の変化に柔軟。ツインレイと出会うと価値観の変化が迫られる場合もあります。そのため価値観は変化しやすく、さらに人によって価値観が違うとも理解しているので柔軟に対応できます。8、スピリチュアルな世界を信じている。ツインレイの女性はスピリチュアルなこと、目に見えないことを信じています。9、嫉妬深い。表には出しませんが、相手男性に対して嫉妬心を持っています。10、前向き。ツインレイの女性はポジティブ思考を持っています。それに美人が多いです。顔の作りなどの見た目だけでなく心の面でもツインレイ女性は美人である場合が多いです。これは彼女がエネルギーに満ち溢れているからです。そしてこのエネルギーが外面や内面に作用し美しい女性にしているのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。